今回は鬱の人には構うなというお話です。人を大切にしていつも笑顔で優しい人たちは周りのみんなに心に火を灯すということをしていると思います。ところが稀にですが100人に1人とかすごい少ないんですけど、心に火を灯すことができない人がたまにいるんです。自分から悩み相談しに来たりするのに人の話を全く聞かない人がいるんです。ずっと自分のことばかり話してる人とか、ノイローゼの人とか、心に合わない人がいるんです。そういう人たちはどうしたらいいんでしょうという意見があるんですけど、これってどうにもならないんです。なぜかというと、心に火を灯すというのは、灯してもらいたいというお互いの意思があって初めてできることなんです。だから相手が灯してほしくない人もいるんです。そういう人にうっかり構っちゃうと、ちょくちょく依存してくるようになります。必ずその人に迷惑をかけに来るんです。そして、その相手からエネルギーを奪い取るんです。お金も時間も気力も全て奪い取ろうとするんです。宇宙の中心に大日如来がいます。神道でいうところの雨の源主様。で、その大日如来は二つの化身があります。一つが観世音菩薩、一つが不動明王。観世音菩薩の方は慈悲の心ですから、相手に愛を与えます。心に火を灯したりするんです。皆さんがやっていることはそれなんです。でも、まれにそうじゃない逆の性格の人がいます。あなたはこういう風にした方がいいですよと親切にアドバイスしても、それはできないんですとか、必ず反対意見を言う人がいるんです。そういう人を救ってやろうとすると、偉い目に遭います。そういう人が来たらお不動様になって、あなたはうちに来てももうダメだからよしなさいって、そういう態度を取ることが正解なんです。それも間違った答えではありません。例えばありがとうっていっぱい言うといいよって言っても、ありがとうは言いたくないとか、だって心が伴ってないからとか、そんなことを言ったってしょうがないよとか、そういうことを言うんです。そういう人とは縁をきっぱりと切っちゃわなきゃいけないんです。そうしないとあなたのエネルギーが奪われるし、周囲の環境が悪くなるし、人間関係にも悪い影響を与えるんです。この世の中っていうのは、嬉しき楽しきありがたきという言葉があるんです。これを三つの木でおみきって言うんです。神様におみきを与える嬉しき楽しきありがたき。今起きていることにいいことが起きたとき、ああありがたいな、嬉しいなとかって言うと、もっといいことが起きてきます。悪いことが起きたとしても、嬉しき楽しきありがたきというおみき言葉を唱えていると、災い転じて福となす。ところが、いいことが起きてようが、普通に生きてようが、不平不満ばっかし言ってて、ありがとうも言わない。そうすると、良いことが悪いことにもなっちゃいます。悪いことが起きると、さらに悪く言うんです。そうすると、悪いことが、大悪になっちゃうんです。災いが大災いになる。だから人間というのは今の環境でも、食べられるだけで幸せとか、日本に生まれて幸せだなとか、魚食べられて漁師さんたちにありがとうとか、いろいろ感謝してみようって上に上に上がっていきます。ありがたいねとか嬉しいねとか、こういう言葉をどん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 発すればいいんです。これは言霊なんです。神事をやってる人というのは、初めに言葉ありきということを知っているんです。心伴え、心伴えっていうのは道徳論者なんです。神事というのは、言霊を言うことから始まるんです。キリストも釈迦も皆言ってることは、初めに言葉ありき。思わなくてもいいから口に出すんです。そうすると、だん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 思ってくるんです。神事とは、言葉から先なんです。お経でも全部理解してから言うんじゃなくて、まずは言うところから始めるのです。言葉を変えることも立派な行動の一つです。行動を何も変えないで助けてくださいって言っても助からないんです。まず難しくないから言葉から変えていきましょう。変わる気がない人をどうやって救ってやろうかなんて思っちゃダメなんです。受け取る気がないんですから。電気をつけて明かりを灯してあげようとしても、すぐに消そうとする人がいるんです。そういう人と関わってると、あなたの火も消されちゃいますよ。そうしたら大切な人の心にも
火をつけてあげることができなくなっちゃうんです。波動が似ているので、鬱の人は鬱の人とくっつきやすいんです。鬱気味の時にそういう人は近寄ってくるので避けるようにしてください。あなたは鬱の人を無理に治そうとしないことです。お金も時間も気力もどんどん奪われていきます。まずは自分のことを大切にしてください。そういう鬱の人はこの道のプロに任せてください。元気な人は元気で居続けることが最大の人助けです。自分が心地よいと感じる場所で生活をしましょう。自分が心地よいと感じる人と一緒に幸せになりましょう。以上です。この話は斉藤ひとりさんの名言を絵コンテを用いて分かりやすく解説したものです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この話で参考になるなって思ったところだけでも覚えてもらえたら幸いです。もし忘れたらまた何度でも繰り返し見てください。またお会いしましょう。